あら、やっぱり孫にも衣装ね。ありがとう。いいえ、ほら、見た目も小ざっぱりしたことだし、無駄話はやめて、この子にシェルターを案内してあげたら？うん、任せて。セリーンさんに気に入られたみたいね。ここは制御室、シェルターに異常がないか観測するの。おはよう、シャーリー。タールさん、おはよう。お前さんたちが助けたっていうのはこの子か？体の具合はどうだ？おかげさまでなんとか。そうか、今の世の中平穏無事が一番だ。お店長様に感謝しねえとな。パウルさん、お酒臭い。あーっと、昨日ちょっと飲みすぎてな。ちょうどこれから環境観測データの回収に行こうと思ってたとこだ。でもまだお酒が残ってるんじゃない？データの件は私に任せて。この間みたいに酔っ払って池にはまったりしないでよ。あ、いやここはお前さんたちに頼むとするか。そんなら俺のドローンに道案内をさせよ。え、興味あるんだ。いいだろう、シェルターの環境を知るいいチャンスだ。ドローンと一緒なら道に迷う心配もない。水分データ収集中。鳥になった感想はどう？しっかり捕まってね。緊張しないで。私は記録呼び出し。シャーリーは先日の飛行中、川に落ちました。え、ちょっと、それはアクシデントよ。植生データ収集中。断層データ収集中。もう終わった。終わったら戻りましょう。地質データ収集中。データサンプルはこれで十分だろう。上出来だ。戻っておいでよ。他の場所も案内してあげる。おっと、なかなかやるな。そんじゃ、このデータをアルフレッドに届けるとするか。とにかく今日は助かったよ。ありがとうな。データ分析の結果、アルコールの長期にわたる多量摂取は
人体に多大な悪影響を及ぼすと判明しました。健康に配慮したレシピをご参照ください。パウルさんには狩猟の削減と適度な運動が必要です。そうだよ、ミアの言う通り。パウルさん、体には気をつけなきゃ。ああ、わかったよ。じゃあ行こっか。他の場所も案内するね。サミーさんを紹介してあげる。シャーリー、どうしたんですか？私に何か用でも。新しい友達を紹介するね。はじめまして。ようこそ。あなたのお話は聞いています。お体の方は大丈夫ですか？平気平気。お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたからもう大丈夫。あ、紹介がまだだったね。こちらサミーさん。と言っても私より二日お姉さんなだけだけど。このシェルターで一番のシェフなの。今度機会があれば何か食べさせてもらうといいわ。いいですよ。何でも好きなものをリクエストしてください。でも転送ゲートの修理が終わるまではベンジス港に新鮮な食材を買いに行けないんです。修理だけなら私たち二人で十分。ほら、早くついてきて。でもゲートの修理のことお兄ちゃんには内緒よ。記録、今月シェルターで発生した事件は8件、うちシャーリー関連は。見合ったら何でもベラベラ喋らないでよ。ここだよ。これが私たちの転送ゲート。それがよくわかんないの。パウルさんはオムニウムを使って転送したいものをバラバラに分解して遠いところでまた組み立て直すんだって言ってた。え？それなら人間を分解して組み立て直しても元通りになるってこと？どうだろう。でも私も何回も使ったけどこの通りピンピンしてるよ。それでどうやって修理するの？エネルギーコンバーターのフィルター故障だから予備のものと交換するだけ。それだけ？それだけ。パウルさんがそう言ってたもん。私はプログラムを調べるからあなたは替えのフィルターを持ってきて。あそこだよ。見える？予備のフィルターがあの建物にあるの。フィルターを装置に入れるだけで OK よ。ちょっと押し込むの手伝ってくれない？なんか引っかかってるみたいで。
開催。あとはちゃんと動くか確認したら終わりね。確認ってどうやって？もちろん自分で試してみるんだよ。でも転送ゲートには自分が起動したゲートの間でしか転送できないっていう制限があるの。だからあなたはこのゲートしか使えない。確認は私に任せて。でもそれって大丈夫なのかな。大丈夫、心配しないで、すぐ戻ってくるから。機能は問題なし。レンジスコーに着いたわよ。あ、なんでスコロペンドラが。ついてこないで、助けて。虫は大嫌いなの。敵ユニットを検知、武器データを転送、戦闘準備。あのモンスターたち、あなたが追い払ってくれたの？もう大丈夫、全部片付けたわ。怪我は、怪我してない？記録中。シェルターで今月発生した事件は計9件。ごめんなさい、私ちょっと虫が苦手で。どうしてあんな奴らをおびき寄せてしまったの？転送ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。ベンジスの浜辺に放り出されて、そこでモンスターたちに襲われて、ほんと最悪。でも位置情報システムは複雑すぎるから、ファウルさんでも直せないかも。ホラン、ホ、フランツさんに助けを求めましょう。うん、そうだね、あの人なら何とかしてくれるはず。ハガードから来たフランツさん、とにかくすごい物知りなの。お願いしに行ってみよう。警告、転送ゲートは故障中、正常に使用できません。ミアはここに残り、皆さんに警告を続けます。さすがミア、そうしてもらえると助かる。気をつけて、お兄ちゃんに気づかれないように。会いたい人はシェルターの外にいるの？遠くないわ、ついてきて。あの大きな岩見た？ブルークリークの正面にあるあれ。ああ、あれね。あの岩バーチャルみたいに見えたけど。あそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だってお兄ちゃんが言ってた。アバターシステムで岩に偽装してるんだって。
遺跡か。中には何があるの？わからない。お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。でもきっとすごく貴重なものが隠されてるんだと思う。だってあそこを調べるためにハガードからフランツさんが派遣されてきたくらいだもの。さあ準備はいい？川のあっち側まで行くわよ。早く来て。面白いこと教えてあげる。何？あの崖を迂回していくとかなり遠回りになる。ねえ、近道したくない？ちゃんとついてくれば大丈夫。私いい道知ってるの。ちょっと待って、まさか。いけないみたいね。あなた泳げる？それならどっちが先に向こう岸につけるか競争しようよ。じゃあカウントダウン開始。3、2、1。あれ？チャーリーじゃないか。どうした？よくジークが外に出るのを許してくれたな。お兄ちゃんは忙しくて手が離せないから仕方なく私がお願いしに来たの。転送ゲートの位置情報システムが故障したの。でもこの辺で修理できる人ってあなたくらいしか思いつかなくて。それならお安い御用だ。帰るついでに直しておこう。まさか今すぐ直してくれないの？え、でもこのデコンストラクターも故障中だから今ちょっと。デコンストラクターってアバターの偽装を解く機械だよね。そうだよ。でもこいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすんだ。これ直すのって大変？ショートしただけなんだが中の部品が焼けてしまってね。修理には時間がかかりそうだ。でもサミーさんが急いでベンジスに行かなくちゃいけないの。シェルターの食料ストックが底をつきかけてて。ええ、分かったよ。それならこっちは後回しにして転送ゲートを優先しよう。悪さしないで、おとなしく待ってるんだよ。もちろん、いい子だもん。この機械、あたしでもなんとかなるかも。シャーリー、あなたまさか。あなただって、遺跡に興味あるでしょ？このデコンストラクターを修理すれば、中に入って探検できるんだよ。これはベンジス重工製の旧式だから原理は単純だしなんとかなると思う。まだちゃんと調べてないけど見た感じだと電源が焼けて壊れたみたい。じゃあ私は何すればいいの？
私はここを見張ってる。あなたはアストラ島のオムニアムタワーに行ってくれる？リトルウィリーっていうドロイドに予備電源を借りられないか聞いてみて。あの子とは仲良しだから、私の名前を出せば喜んで手伝ってくれると思う。でもシェルターから離れると危険だし、道も険しい。くれぐれも気をつけてね。そうだ、私のジェットパックをあげる。急いで行くには便利だけど、使い方には気をつけてね。危険を感じたらすぐ逃げること。ジェットパックを使えば険しい地形だってひとっ飛び。試してみてね。ハイエナの縄張りだから注意してね。アストラ島管理人、リトルウィリー、起動しました。私、シャーリーの友達なんだけど、一つお願いしてもいい？シャーリーさんが何かお困りなのですか？デコンストラクターの修理がしたいの。ここに予備の電源があれば貸してもらえない？お安いご用です。予備電源は差し上げます。これは私とあなた方人類の友情。先ほどアストラ島の地形データを採集したばかりです。あなたにも同期しましょう。データ同期中。送信成功。
他の地形データは該当区域のオムニアムタワーでロードします。エコロジカルステーションが何者かに襲撃されました。直ちに救援に向かってください。この問題の解決をお願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。目的地をアストラ島エコロジカルステーションに設定。データ権限を付与するようハガードに申請します。ついてきてください。データベースに接続しました。ハガードアバターデータベースに接続します。データ移行権限をリクエストしています。ハガード
アバターデータベースの移行権限が承認。ハガード、アバターデータベースの移行権限が承認されました。第3世代アバター武装システムへようこそ。私たちの中央データベースには精鋭戦闘員たちの戦闘記録と武器独立データモジュールとしてパッケージ済みです。モジュールからデータを呼び出せます。システムが自動で携帯や戦闘記録を複雑な戦闘環境に適用できるようお手伝いします。新たな旅に出るの？私も行く。最新作です。必ずや戦闘の役に立つでしょう。ハガードが開発したアバターシステムは、対象となる人物の人格、行動モデルを AI データに変換し、それをデータベース内の特定のユニットに保存するというものです。AI は元の人格や記憶の一部を保持し、ユニットを使用する利用者の戦闘をアシストします。その機能を有効活用して、一刻も早くコレクションドロイドを連れ戻してください。ねえ、危険な目に遭ってない？急に連絡が取れなくなったから。電源は持ったけど、リトルウィリーの件が片付いてから戻るわ。うん、気をつけてね。
タンバイモード、全地形スキャンプログラム起動、ルート作成中。スタンバイモード、全地形スキャンプログラム起動、ルート作成。スタンバイモード、全地形スキャンプログラム起動、ルート作成。無事でよかった。危ない目に遭わなかった。電源が壊れてるかも。きっと大丈夫。次は私がこのオンボロを修理する番ね。そうそう、長旅でお腹空いたでしょ。フランツさんの作った料理が残ってるの、先に食べてて。食材を鍋の中に入れると美味しい料理になるよ。いい香り。よかったら味見してみる？私食いしん坊だけど、今はさすがにダメだよね。急に雨が降り出したから急がなきゃ。見て、デコンストラクターの電源交換が終わったよ。
だけど正常に動いてるようには見えないわね。どこが問題かは分かってる。さっき検査した時、内部の投射装置が壊れてるのを見つけたの。きっとレンズの故障ね。でも解決方法ならある。あそこに水の核体があるでしょ。あれをレンズの代わりにすればいいの。うん、じゃあ取りに行ってくるね。水核体の神経質なの。脅かさないようにゆっくり近づいて。中を見てみない？危険すぎるわ。平気平気。ここは危険だと前にも言ったはずだぞ。手伝おうと思っただけなの。手伝い？面倒を増やすだけなの。でも私。でもじゃない、すぐ戻るんだ。今後は俺の許可なしに。私。シャリー。すまない、シャーリーのやつ。そう落ち込むなって。ただの兄弟喧嘩だろ。でも君たち二人が修理してくれたおかげで俺は随分手間が省けた。ナジーク、シャーリーは君が思ってるよりずっと優秀だよ。あの子をもう少し自由にさせてやってもいいんじゃないか。ああ、あいつとよく話し合ってみるよ。シャーリーは今頭に血が上ってるから落ち着くのを待った方がいい。なんなら先に若者同士で話をさせたらどうかな。そうだな。さっきは俺もきつく言いすぎた。今はあいつも俺の顔なんて見たくないだろう。悪いが、シャーリーの様子を見てやってくれないか。雨に濡れて冷えるといけない。分かったわ、任せて。お腹が空いてるなら私が魚を取ってこようか。
ジークも本当は、うん、分かってる。わがまま言ってまたお兄ちゃんを怒らせちゃった。雨が止んだらジークに謝りに行こう。なんだか怖い。お兄ちゃんきっと怒ってるよね。やっぱりもう少ししてから戻った方がいいかな。付き合ってくれてありがとう。じゃあ行こっか。機嫌は治ったか？お兄ちゃん、あのね、お前ももう立派な大人だ。そろそろ自分の道を選ぶ時が来たのかもしれないな。自分の道？はあ、フランツの言う通りだ。シャーリー、大人としてお前には自分の道を決める権利がある。私、お兄ちゃんみたいになりたい。シェルターの役に立ちたいの。こういう暮らしは大変だぞ。平気だよ。この先どうなるかくらい分かってる。お前はまだ何も分かっちゃいない。だがこれから嫌というほど現実を思い知らされることになるだろう。でも私頑張るから。何の音？気をつけろ。一体何が起こったの？あれは憎たらしいアベンジャーよ。パウル、警報システムが故障したのか？強力な電磁干渉を検知した。こっちが用意しようか。サバキを受けなさい。みんなを安全な場所へ。シャーリーも気をつけてください。デリー、シャーリーと上部デッキへ。いやよ、私もリンカを守る。多すぎる。中央制御台で眠ったままのオムニアム衛兵を戦場に投入するんだ。時間がない。俺たちが敵を食い止める。お前とシャーリーはオムニアム衛兵の覚醒を。コンソールはこの上よ。来て。俺が丹精込めて整備したんだ。撤退し始めたわ。橋を守れ。待ってろよ。
ベツレヘム号の守りは万全だ。だが今ラベンジャーどもが退去してシェルターの正門に向かっている。大橋を抜けてラベンジャーどもを一人残らず追い払うぞ。入り口のバリアが壊れているぞ。防御砲台は設置完了だ。ジーク、シャーリーの具合は？楽観はできない。サプレッサーの限界を無視してシールドを開いたことで体に過剰な負荷がかかった。臓器と大脳に損傷があるかもしれない。私が怪我の状態を確かめるまではむやみにシャーリーの体を動かさないで。シャーリーは大丈夫だよな？手は尽くす。ジーク、奴らはまだ完全に撤退したわけじゃない。引き返してこないといいけど。ジーク、ラベンジャーの方は私に任せて。頼む。滑走路へ急げ。武装クレーンを用意してある。
に潰す。シャーリーの具合は？サプレッサーの限界を無視してシールドを開いたせいでオムニアムの放射をもろに受けちまった。今んとこ薬で状態は安定してるが、危険な状態から抜け出せるかは誰にもわからねえ。今シェルターはひどいありさまだ。倉庫の中身はラベンジャーに根こそぎ奪われた。俺とセリーンにはまだ後片付けが残ってる。今シャーリーの面倒を見てるのはジーク一人だ。彼女